はルンバ立ち方補習やります。前回は、左足前進の時でしたから、今日は右足前進の時やりますね。右足前進、全然左の時とは違いますんでね、今日は右前進やります。前説みたいな感じのことはもう左足のところの、ね、と一緒ですんで、このポージングを目指してやることのないようにね、残像をこう頭に入れるという意味でやってください。それでは右足前進、まず右足をですね、進行方向に対して足をまっすぐに向ける、一緒ですね。それからですね、後ろの左足はですね、かかとが右足のかかとの後ろにね、こうかかとがこうかかる状態、これも一緒です。はい、で左の時と何が違うかと言いますと、右足前進の時はですね、これ下半身が主導でこう回ってますから、この下半身は左へ回ってますけど、上半身は左へ回りませんから、はい、こういう状態ですね。こうはならないんです。はい、ですから左が前進の時とアングルが全然違ってきます。はい、あとは同じです。これ全部下半身は左へ回ってます。そして上半身は右へ、そして体重はこう後ろでしっかりとバランスが取れる状態のところで、前にしっかり、乗ってしまわない。これ一番ダメ、良さそうですけど全然ダメですからね、ピーンとなってる状態はダメ。後ろにいます。はい、後ろでしっかりバランスが取れる状態、なおかつ後ろはこう指で、床を押さえてますからね、押さえてるよりでもグーッとはやってませんから、バランスで立ってますんで、耐震行動でこう揺れても大丈夫、うん、そういうことです。で前回私10秒ぐらいで言いましたけども、30分ぐらいこれでいても大丈夫ぐらいになっといてほしいのは山々ですけどね、別に力でこう立ってるわけじゃないんで、はい、こういうことですね。ぐーっと上に伸びます。はい、こう揺れていいですからね、全然揺れていいですよ、揺れていいですけど立ってください、この状態です。はい、これを目指して、今日は右が前の時だけを練習してください。ただ左が前の時よりは右が前の練習時間は少なめで OK です。左が大事なんです、一番ね。はい、で今日ここまでです。ありがとうございました。